山崎ためのり明治14年11月19日は、日本の明治時代初期の宗教家、神学者、同志社へ学校で学んだ。開校以来の春祭と言われたが24歳で、溶接した。仙台藩水沢城下に、水卓立手氏家臣の息子として生まれ、藩校の立成館、熊本洋学校などで学んだ後、明治8年東京大学の前身。 改正学校に入学するが、新島城が京都に設立した、同志社大学の前身、同志社英学校の方針に賛同し、明治10年に転校する。同志社では、新島城の信頼を受け、在学中から後進の教育に携わった。明治12年、教理水卓の青年たちの招聘を受け、夏季休暇中に帰郷プロテスタントの教えを説いた。その時、 小学校教員をしていた友人の片桐清治が影響を受ける。片桐は山崎の招きを受け1880年に同志社に入学する。明治13年主張、天地大念因論を発表。その他同志社へ学校の公務や講演会など、精力的に活躍するが、肺結核にかかり、明治14年京都市の新島邸宅内で死去。 京都市左京区の哲学の道南端から登る若王子、同志社墓地に墓所があり、京里、水沢大林寺の山崎家墓地には、遺発が収められている。日本キリスト教歴史第1点296ページ、後に、片桐は水卓に戻り、伝道をする。そのことが後に水卓に、キリスト教を根付かせる原因ともなった。ありがとうございます。